前回のあらすじ。一から始める無課金にゃんこ大戦争。始まってから一度も出てこなかったのに。なんで今更出てくるのさ。詳しくは235日目。見てくださいな。なんと言いますか。このマップになってから、攻略に5分以上かかるようになりました。どんどん難しくなってきてるわけだが、今後は大丈夫なのか。やっぱり一部キャラのプラスを上げておきたいね。ここは壁を出しながら、クビランパサランで吹っ飛ばしていきます。第3形態に用がない場合、レベル10でニャンコンボから、こうやって妨害までこなす有用キャラだぜ。赤狩り区間内にジャッカバは後に買い回れるから、うまく立ち回って利益を上げますか。本音としては赤狩りさっさと終わらせたいからな。敵を城の後ろに追いやって、城破壊が目的です。このステージの4つかな。メガロの攻撃結構受けたのに倒せなかったもんな。クビランがやられると負けるので、壁出しをしっかりしつつ攻撃もしておきます。なお例のやつだが、ニャンコ砲で倒せないくらい強いぜ。攻略に5分かかりましたが、ムートを犠牲にして勝利。星2でこれだから、星3の時どうなるんだろうな。このステージはバサラーズも失破。地蔵が欲しかったです。編成ミスをしたんだぜ。デリバリー入れときゃよかったのに、ボンバーにばっかり気を取られて、攻略に6分近くかかっちまってな。パーフェクトでなんとかいけると思ったのですが、殺意のワンコ相手でも苦戦しました。これ以降の1個残しって結構大変だから、どうしても黒い敵に強いキャラが欲しいわけだが、肝心のデリバリーを入れるの忘れて、苦戦するんだぜ。星2でこの難易度だから、やっぱり今度の超猫祭、地蔵とバサラーズが欲しいよね。この前ウルトラソウルズで頑張ったが、フルがダブりまくって、地蔵と浦島がまだ持ってないんだよな。黒い敵相手にダークダルターニャに頼らないといけない。はっきり言って戦力不足。一応無課金でもクリアできますが、結構しんどいのと、基本のレベルを上げないと、星2では苦戦します。まあ大体無課金攻略でここまでの動画って、無印が普通だからな。攻略に時間がかかるから、無茶なのは確かなんだけどね。アイテム使っていいのなら、ある程度の短縮は可能だけど、正直そこまですることかと。では次はボーナスステージ。源泉に潜む者たちを攻略します。イルカ娘にドリュー。ノックバックの多い敵ばかりなので、ライオンとラーメンが攻略の主軸になります。パーフェクトじゃダメなのか。ドリューを吹っ飛ばしで交代後復帰するのに時間がかかるので、ライオンに主に頑張ってもらいます。例のやつ結構硬いな。ここまで来ると強さは異常ですからね。まあ邪魔してくれますよ。ライオンの数を出さないといけないので、お金はなかなか貯まりませんし、超特急混ぜておけばよかったかなと、少し思っています。はぐれたやつ相手ならいいか、すぐにやられると思うぜ。そうなりますよね。大型はニャンマとダークダルターニャとムート。ダルターニャには白い敵対策として入れておきましたが、ドリューの攻撃をかわして攻撃しないといけません。射程があざとなってるな。ドリューの攻撃位置に立ってるもので、少なからずダメージを受けます。でもイルカ娘をできるだけ倒せれれば、成果としては十分。お金を貯めたら、ムートを出すので、頑張ってもらいたいところです。なぜニャンマを出した？結構攻撃したから、出してもいいかなと思ってつい。そのニャンマを追い抜いて、ムートが突っ込んでいくわけだが、ダルターニャが持ちこたえたのがすごいよね。結構強いからな。これで1個残しができました。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。今のところ猫缶もチケットも順調に集まってます。しかし後半が厳しくなりそうだな。